ピトルッチライトニングは人気のあるディープラーニングフレームワークであるピトルッチに高レベルのインターフェースを提供するオープンソースの Python ライブラリー。軽量で高性能なフレームワークでありピトルッチコードを編成して研究をエンジニアリングから切り離しディープラーニングの実験を読みやすく再現しやすくする。割り当てられたハードウェアで簡単に実行できると同時にハードウェアに依存しないような スケーラブルな深層学習モデルを作成するように設計されている。ピトルッチライトニングはあらゆるタイプの研究に究極の柔軟性を提供し最先端の AI 機能を実装する上で必要となる定型的なエンジニアリングを削減する。ピトルッチライトニングは2019年ピトルッチコードをカンファレンスに送信するための企画として ヌリップスリプロデューサビリティチャレンジに採用された。2020年10月19日、ピトルッチライトニング1.0がリリースされた。GitHub、ピトルッチライトニング。2020年11月21日へ閲覧。リプロデューサビリティチャレンジヌリップス2019。ヌリップス、2019年12月1日へ閲覧。ピトルッチライトニング1.0、フロムレイ600キロ。 2020年11月21日閲覧。ありがとうございます。